浜さんはい、今日朝ですね。うん、虎ノ門ニュースを見たんですけど、武田恒泰さんが燃えてましたね。燃えてましたね。で、気持ちわかるんですよ。うん、このオリンピックの開催を、まあ、支持するか、中止すべきかで今ネット上大変なことになってるんですね。で、特にこれもちろん今オリンピックはやるっていう前提で来ているのでやめるんだ。中止だ。止めろっていう声の方が、それは活動として大きくなっていくとで。しかもこれを。 宇都宮検事さんが取り上げたっていうことも結構意味があると思ってて今日の「トランポニュース」をまあ見た方は分かるようにまあご覧になっている方いると思いますけれどもなんでその中止の声だけ上がってくるんだと指示の方が出てこないんだから私がやったんだっていうような武田恒也さんの言葉で本当意味が分かるんですね。で池江璃花子さんに対してもあの SNS の誹謗中傷って一体何なんだろうかとひどいじゃないですか。 私も取り上げましたよ動画で取り上げたけれども別にそれは例えば菅政権だとか小池都知事に向かってやるものをなぜ池江さんという人に来たのかってこの一方で今度は池江さんの素性がどうだとかで池江さんのこの書き込みは何だみたいな次の二次展開3次展開につながっててちょっと待てよと問題はこのコロナの感染状況とオリンピックの開催とその土台が違うのにどんどん違うところに行って いや,やれ反対の方はどんな理由をつけてもオリンピックの開催はダメなんだダメなんだって話になったり武田さんの方はだ逆に言うと別に路線は変わってないいうことはみんな同じですオリンピックをやろうと準備してきた側からすると同じなんだけれども反対するる人たちといいうのは次次から次へといろんな話が出てくるわけですよねで宇都宮さんもそうだし例えばラサール石井さんもこうだいぶ今 SNS 上でバーッとその反対論の話をしてますが要は武田さんが言いたいのは。 そそもそもオリンピックあなたたたち最初から反対してたじゃんとつまりコロナが流行したから反対じゃなくてこれ共産党もそうなんだけどもともと招致の段階2013年の9月にオリンピックが決まりましたけどそこからずっと反対してきた人たちがコロナを使ってまあその政権だとか小池さんに対してもそうだしいろんなものに対して動いてることがちょっと不自然だよねっていう話なわけですよ。でこれあのご覧になってる YouTube ご覧になってる皆さん方も冷静に考えていただきたいのは。 オリンピックを中止にしたからといって、コロナはなくならないですよ。その時点で。で、オリンピックをやったからといって、本当にコロナが蔓延するかどうかはわからないです。ここがまず冷静な議論ができてない中で、こう次から次へと話が広がっていくっていうのは。これは私は不健康なあり方だと思ってて、で、その一番のこの背景にあるのは、小池知事も。明確に言わないからですよ。やるかやらないかってこと。 これ菅さんは開催に向けてってその強度は別にしても開催に向けたことのメッセージを出している橋本聖子さん大会の組織委員会会長も,もこの間も連休中に札幌のハーフマラソン行ったりテストイベントとして行ったり、まあ、準備の姿勢を示してるけれども小池知事ははっきり言わないわけですねでも一部の新聞で都庁の幹部は何か中止って言い出すんじゃないかとか都議会議員選挙に向けて中止って言ってこれをトミーファーストの公約にするんじゃないかとかってにやかにこう 変な話が浮上してきてくるからまたその反対論者の人たちはここだって言って動いてるところを一回ちょっと戻ろうよと議論ってそこなのっていう話はしたいですよね。毎日新聞がゴールデンウィーク中に各47都道府県の知事にオリンピックの開催は賛成か中止かみたいなこのアンケートの結果が出てきててほ他の県の人たちは。 まあ東京の決定を見守るってことです大体大前提とするとでもその党の開催都市の長である小池知事がはっきり言わないとなんだかどっちでも捉えられるような言い方するでも準備は進めてますみたいなこれはねいろんな憶測を呼ぶしこういういろんな分断を生んでいくわけですねで、まずこの賛成か反対かオリンピック開催か中止かっていう議論の前にまず今の日本の現状はどうなのかっていうことの説明責任を私は知事もまあ丸川大臣も みんなしていくべきだと思うその1つがワクチンの話でワクチンもその今の国民感情からすると全然私のところ順番回ってこない僕のま墨田区だったら今日からなんです5月10日から接種開始してて65歳以上の皆さんの接種が始まってけれどもまだやってないところもありますと予約がようやく今日始まったところとかあるわけです、ね、港区とかで。そうなのにいきなりファイザー社がワクチン提供してオリンピックの選手には出しますよって言われたら国民感情としてはおかしいじゃないですか。 ここは国もちゃんと戦略があって何もいい加減に国民とか都民の皆さんのと考えてるんじゃなくてこれから入ってくるんですで特にこの連休前の,その4月の最後のこれ2週間おきにワンクールっいう表現をしていて5月10日クール今日からのクール2週間でその前の2週間でもうバンバン今ワクチン入ってきてるんですね。ねですから当初は確かになかったんですよ。この全国均等割ってやつで もうほとんどみんな少なく全国に配ってましたけれどもどんどん今集中的に入ってきた中で7月のオリンピックだったらそうやってファイザーが選手たちに出したとしても皆さんに行き届いてる状態ですよねっていう前提がまた抜けちゃってるとだから私はねそのオリンピックを開催したいって準備してる側も中止だって言ってる側もなんか極論のいろんな話ばっかりやっていて同じ土俵に乗らないで議論だけが進んで。 ネット上で極端な論理が展開されていることはやっぱりよくないのでそのために私ももう皆さんからいろんな批判のコメントいっぱいついてますよ、今。ついてるけどでも僕が言ってるのは事実をまず土俵に乗せてその上でじゃあどう判断しますかってことだと思うんですよね。すでに、まあ、あのちょっとこの間の YouTube ライブでも話をしたけれどもすでにオリンピックにはもう1兆円以上使ってるわけです。国立競技場を作りました あるいは東京都も有明ア,アリーナだとかその上野森水上競技場アクアティックセンターでプールとか作ったりしてそれぞれ全国の北海道からもう本当にね静岡含めてですね様々な開催自治体はもうすでに整備してきてるわけですこのお金をじゃあ例えば1兆円だとしましょうと私の資産だと思ってあるんだけど1兆数千億円使っている中でもうこれはもう埋没させちゃう産区コストってやつです埋没しちゃってもうなかったことにして次を考えるのかいやでも1兆円 使っったたんだったら何かか次の展開ができないかないみたいな話をこう前向きにするのかっていうことの局面に来てるのになんか全然違うところで話が広がってるのは私はこれやっぱまあ小池都知事もそうだし東京都政も僕らも含めてなんかもう中途半端に来ちゃってますよねでこれは武田さんたちが声を上げる話じゃなくて本来だったら小池都知事が中心になってあげるべきで。 もう僕らも準備ししてきましたよそれ2013年に決まった時からあるいはその前の招致の段階からずっとやってきたオリンピックなんで思い入れは強いけれどもこの時に多くの皆さん方に納得と共感を得られないでオリンピックに突き進むことが一番東京と日本の未来に加工を残しますよとだからこうどっちに最終的に政治決断があります必ずありますなどうするかやるのかやらないのかやるんだったら観客どうするんだ それはありますけれどもその政治決断に至るまであるいは至った後に対してどれだけ多くの皆さん方とコミュニケーションリスクコミュニケーションを取れるかってことだと思うんですね。これを署名活動をやって何十万集まったからってでひどいのはねあのこの間もあの福島の処理水の時に紹介しましたけどあの原口一弘さんがね僕これが一番許せないのが。 宇都宮さんが都知事だったらと今更さらながら悔しくてなりませんとかなんじゃこれってって思うんですよね。じゃあ僕ちょっと今あの原口さんが今どういう心境でこれを言ってるのか分かりませんけどでもよでもよ東京都知事選挙では宇都宮さん負けたわけだよ。で今の都知事は小池さんがみんなまあ この直近の去年の都知事選挙もそうだし5年前の2016年の,あの鳥越さんたちとやった選挙も含めて都民が選んだわけでしょそれそ都民が選んだのに都民じゃないこの東京じゃないね選出の原口さんがこんなこと横から言ってくんなよってもう完全にこれ政治運動になってるんですよ。今日の虎ノ門で滝田編集長が言ってたようにもう完全ななんかおかしなそのポリコレなのかな,なんかわかんないけれども全く政治闘争になっちゃって。で やれ責任は全部菅政権だってなっていくことはこれはもうやめたほうがいいもうこれはね例えば仮にどの政権であったとしても直面する課題であって非常に苦しい判断なんですよ進むも地獄引くも地獄なんですでもその地獄に対してどうやって説明するかでもいやオリンピックをやることによってどういうチャンスが生まれるのかやらなかったらどういうふうなチャンスがロスするのか。 それをやっぱり、ね、1年間このコロナの対応をやってきて今まではその小池知事もフリップ出したり言葉出したりしてなんとなくやってる感で乗り切ってきたかもしれないけどもうさすがにみんなもう賢くなってるわけで1年間やってきてみんな感じてるのに。 同じことを繰り返してる政治が問題でだからそこはやっぱ僕は打破していかなきゃいけないしまあこうやって言ってるといつも YouTube のコメントでつくのはあんた言ってるだけで何もやってないじゃないかって言われるんでいや僕は私は私としてもうそれは副,副知事だとか何だってみんなそれぞれの部署に対して政策提言もしてるしやってますけど最終的にはやっぱ議会が開かれてないので議会での正式な議論にもならないし開いたところでまあほとんどトミー・ファーストが持ってるわけだから。 その数の論理で押押しし切切らられれちちゃゃったら押し切れちゃうわけですね,でね条例だって共産党とトミーファーストを組んで通すみたいなでそういうことじゃなくてねやっぱこう皆さん方が理解できる場面を作るために今しっかりと準備を固めていくそして皆さんと本当の意味でのこう情報を開示することによってそれはもう100%納得するってことは難しいかもしれないけれども少なくとも不安に思ってる方が増えちゃってるわけですよねいっぱい。 もともとオリンピックをやろうと19年とかの末までに思ってたワールドカップラグビー終わって次オリンピックだと思って盛り上がってた人たちってさえもいやちょっと今まずいんじゃないのって思ってる人たちに現状のコロナの状況東京の状況を踏まえてやらないとでかたやお金は出てこないで飲食店は開いてるとかじゃあロックダウンだって言葉だけ一人歩きしてるけれどもそれもどこまでやるのかってことを明確にしたいですよね。だかから武田さんの気持ちもわるし 宇都宮さんたちのやってることは逆に理解できないも,うたもっともっとちゃんとスマートにやってよって反対論だったら正式にそのコロナの対応なのかじゃ何がダメなのかどうするんだとじゃあ仮によ仮にですよ皆さんねあのいわゆるロックダウンは今までできないと言ってたけれどもじゃ仮にロックダウンしますとじゃ一1週間とか5日も,もうし小池知事がやってさ例えば空港も閉鎖します電車も止めます 首都高も高もも速道路もみんな止めますとにかく家にいてくださいって小池知事がやったら今度試験制限だって騒がないでくださいよって話です。今の法律の中でできようと思ってもその最後は試験制限というところに対して反対論があってビビって動けなかったけれども今の現行法の中でできる最大限のところまでどこまでできるか今お願いベースだからお金出ないって言ってますけど最後政治家が腹くくってお金も出すからとにかく皆さんここで抑えましょうって言ったら僕は収まると思うんですね。 その決断に向けてやっぱりこう世の中の風を意識すぎちゃってることもいけないしやはり政治家はつらいんですよつらいからこそ政治家で皆さんに選挙で選んでいただいているので泥をかぶる時は泥をかぶるとその代わりその政治決断に対してはやはり説明責任は伴いますよとちょっと話が長くなりましたけど僕はそういうことだと思うので皆さんもご覧いただいている皆さんも 一緒にですねその今の宇都宮さんのやり方武田さんのやり方これ両方ちょっと過激になりすぎてるところはありますが冷静にどちらの言い分に耳を傾けるかそして何を考えるかっていうところだと思いますので引き続き私もこのチャンネルでそういう情報や皆さん方への考えを求めていきたいと思いますのでせっかくですから鍵にコメントいただきたいと思います。